日向坂46の影山優香が9日に配信されたラジオ番組、ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、毎週金曜11時30分、東京 FM に出演。初めて自宅に招いたメンバーを明かした、私、自宅にメンバーを呼んだことがなかったんですけど、つい先日メンバーを一人招待しました、と切り出した影山。3期生である高橋未来虹、高は正式には、はしご高をメンバーでは初めて自宅に招いたことを明かした。影山は、影山さん、お家行ってよいですか？ご飯作ってください。よ行くので作って待っててください。と高橋から告げられたといい、何だこの生意気な子は。と思ったんですけど、嬉しくて手の込んだ料理作っちゃいました、と声を弾ませて振り返った。4種ほどおかずを用意し高橋を迎え入れたと解雇し、影山は、お家に呼ぶの楽しいなと思ったんですけど、呼ぶのも恥ずかしいなと思って誰か聞いてきてくれたら嬉しいです、とメンバーに向けて呼びかけていた。Thank you.